追悼日に遺族によって捧げられた旗と十字架欠の日曜日事件イレ例イヒギルドホール欠の日曜日事件は1972年1月30日北アイルランドのロンドンデリーでデモ行進中の市民27名がイギリス陸軍落下3連隊に銃撃された事件14名死亡13名負傷事件のあった地区の名を取ってボグサイドの虐殺とも呼ばれる IRA 暫定派は1970年からイギリス統治に対する反対運動を行っていた。軍が非武装の市民を殺傷した。この事件は現代アイルランド市における重要な事件である。事件は後半なしでの公金を認める政策に反対するデモの最中に発生した。当時デモは非合法であったが、約1万人が抗議集会を予定して街の中心部にある ギルドホール広場までデモ行進を始めた。しかし、広場の手前ではイギリス陸軍落下さん連隊第一大隊がバリケードを構築してデモ隊の侵入を阻止しており、主催者たちは混乱を避けるためにデモ隊を別方向へ誘導したが、一部はそのままバリケード前でイギリス兵たちに投石を始めた。兵士たちはゴム弾やサイルインガス、放水でこれに応戦。 ガスに追われた群衆の多くが事件現場となるボグサイド地区へと逃れた。この後、可能な限り多くのデモ参加者を逮捕するよう命令されていた兵士たちはボグサイド地区へ向かって進軍を開始、そこで銃撃が発生し、市民14名が死亡、13名が銃撃や車両に跳ねられるなどして負傷した。市民らは非武装で5人は 背後から射撃されたとも言われるが、事件の詳細については、イギリス陸軍側の主張と被害者を出した市民側の主張が対立し、議論が続いている。2007年5月29日、マイク・ジャクソン元参謀総長は、無実の人々が射撃されたのは明らかだと述べた。2010年に会員で謝罪したキャメロン首相は、兵士たちが警告なしに発砲したこと、 火炎瓶や投石による攻撃に反撃した兵士は、皆無だったこと、殺傷された者の,の中には明らかに現場から逃れるか、負傷者を助けようとしていた者がいたこと、事件後、多くの兵士たちが偽証していたことを認めた。同時に事件には計画性はなく、元 IRA のリーダーで、原北アイルランド自治政府副第一大臣マーティン、マクギネスが、当時サブマシンガンを持って現場にいた可能性を、 指摘した。ただし、マクギネス本人はそれを否定している。名前と没年齢、ありがとうございます。